はい、道の駅かつらぎにやってきました。これ南半田のね、かつらぎ入り口でございますよね。ね、こんなんです。あちらの方がね、本館があって、こちらの方もね、駐車場広いです、ものすごくね。相当入りますね、ここね。100台ぐらい入るんじゃないかな、もっと入るかね。大きなバスもね、駐車場に置いてますよ。ここなんだ。あ、電気か。電気スタンドや。こちらね。ここね、道路案内があるんです、ここね。道路情報案内がここあるんですよ。高いね。フロアが入ってます。フロアが。すごいことだよ、フロアがね。こんなんですよ。やってみましょう。いただけるかな。あのお兄ちゃんね。ここで、こちらの方が本館でございますね。本館ちょっと行ってみましょうね。このこのトイレもあるんですけど、ここね、今掃除中でございます。もうちょっと行ってみましょうかね。もうこれ上がりますわ、はい、OK ね、行きましょうかね。すまへんな、この寒いのに。はい、道の駅かつらぎ本館にここから行きましょうね。今日はほとんど一日で雨模様でね、大変でしたけどね。うわぁ、綺麗やね。これ何ですかね。あ、食堂ですね。食堂で、こちらがテラスになってんか。お客さん一組だけですわ。車はこれだけ止まってんのにね、すごい車止まってんだけどね。上の方は、ほぼ8割方止まってます。2組やね、夏の2組でございます。ここには販売店あったんだけどね。うわー、広いね。これは直売所があるんです。そこなんかお客さんの話ではね、値段が高い言うてみんなブツって見てましたけど、しゃあないよな、こんなんな。どういうとこでしょうね。ここや。これが販売店です。販売所でございます。今日は何か所か回ったけど、ほんまにみんな高い値段がね。あんなやつ売れんやろ。もうちょっとリズムな値段にね、直売所やからもうちょっと値段考えないとね。いっぱい残ってました今日も、ね、まあ人いないのもあるんやけど、あっちゃこっちゃ値段高すぎるわ。白菜が480円だな、420円だな。世の中白菜あの大きいので1個で100円ぐらいの世の中の状況なのにね、まあ、分からんじゃないんやけど、儲けないかんけどね。そやけど売れんやろ、この480円では。おお、こんなんや。子供の遊び場でございます。こんなんでございます。こちらの方がね、これ本館の駐車場です、ね、駐車場です。ここは、ああ、ここ休憩所になってますね。で、これが、そこから上がれんだけどね、ちょっと上がるのやめとこう。こんなんです、本館のね、前景が道の駅かつらぎでございます。まだ何年かですね、2、3年かね、これできてから。お客さん入ってないね。
さっぱり入ってないんです。こちらの方が南半島の半田でございます。一車線。これ上に上がるのが今ができるんやろね。二車線ですわ。このような水の木、カツライでございました。もう電池がないんでね。こちらの方が消防車やね。こんな感じです。はい、ありがとうございました。